県は新型コロナウイルスの感染者が新たに25人確認され2人が死亡したと発表しました小松市民病院でのクラスターが拡大しています県は新型コロナの検査を258件実施し実0歳未満から90歳以上の男女25人が感染したと発表しましたこのうちクラスター関係では小松市民病院で 入院患者4人の感染が新たに判明し感染者は合わせて41人となりました県内の福祉施設でも感染者の同居者2人の陽性が確認されこの施設でのクラスターは32人となりましたまた、県は2人の死亡を発表しました性別や年齢、居住地などは非公表となっています県のモニタリング指標です 直近1週間の新規感染者数は前日に比べわずかに減りましたが感染経路不明者数や病床使用率は高い水準が続いています。